皆さんこんにちは。神戸の鉄人こと、そうです、松井和也です。どうも、今日は山科駅までやってきました。おはーってことで、今日も撮影していきたいと思います。今日はここから比叡山のケーブル坂本駅まで車で移動してからですね、比叡山トレイルラン、来る2023年5月の13日に開催されます比叡山トレイルランに向けて、チームメイトと一緒に思想会をさせていただきたいと思ってこっち側はやってきました。比叡山とはあの延暦寺とある歴史豊かなお山でございます。どんな景色が見れるのか楽しみです。みんなで歩きながら走れるところは走って、みんなで行きました。そして階段を見たらちょっと興奮をしてですね、ちょっと走らせていただきました。イエーイって感じですね。我が道を行く、こんな看板もございました。比叡山トレイランの雰囲気、この思想会の雰囲気をまとめてみましたので、ぜひ最後まで動画どうぞよろしくお願いします。いやいや、邪魔、イエーイ、みんなでまず記念撮影してさせていただきます。イエーイ、これ動画ですね。いやー楽しかった。ここでくるくる回すと願いが叶うそうです。心清らかに行きたいなというふうに思わせていただきました。皆さんもこれ見つけたらコロコロしましょう。願いを叶えましょう。比叡山の山頂848mだそうです。山頂というところがございます。ここも見逃しがちな場所にありましたので、ここ要注意ですね。もう絶景です。走れるところはしっかりと走らせていただきます。もう絶景だったんでね、もう寄り道しまくってですね、たくさんいろんな写真を撮らせていただきました。チームメイトと一緒に歩かせていただきました。今回比叡山トレイルランに向けて、チームメイト神戸 AC からですね、なんと20名近くの選手が出場するということで、お山もしっかりと走らせていただきます。みんなで、ね、頑張っていきました。今回の出走会もですね、ビジター参加の方も含めてですね、20名を超える方々と一緒に、比叡山トレイルランさせていただきました。大講堂もあったりとかお釈迦様であったりだとか、この3つの誓いとかもう本当に心に刺さるようなことが書いてありました。時々昼食を食べてですね、こんな 山道というか坂道ですね、登らせていただきました。下り坂も、走れるところは走っていきます。イエーイ、もうテンション上げ上げです。もう上げ上げしかないですね。もう山道めちゃめちゃ楽しいです。下り坂めちゃめちゃ怖かったりもするんですけども、まだまだ、こうやってテンション上げていくこともすごく大事なのかなと、比叡山トレイルラン楽しませていただきました。本当にこの地を走らせていただけるめちゃめちゃ感謝ですね。走らせていただいて本当にありがとうございます。本当に自然豊かな街でした。こんな土管も、通る場所があるということで、もう未来への扉、ウェイクアップという感じになります。素晴らしい景色でした。もうこんな大講堂も見ませていただきまして、閻魔様であったりだとか、この仏様の世界であったとか、本当に学びも多い場所でもございました。それからこちら分岐点ですね、上の方に登っていって最終的にはこちらでゴールということで、ケーブル坂本駅、今回はケーブル坂本駅で最終ゴールとさせていただきました。最後に転校させていただきまして、1番から順番に名前を言ってきて全員揃っていることを確認してからですね、全然解散という形にさせていただきました。素晴らしく皆さん見客揃いでですね、皆さんで頑張って完走させていただきました。これから思い出の写真をたくさんアップしていきます。集合写真をたくさん撮りまして、最後はラーメン屋さんでお茶をさせていただきました。美味しくいただきました。比叡山トレイルラン